前田新三は、日本の実業家。株式会社資生堂相談役。東芝取締役会議長、指名委員会委員、報酬委員会委員、大阪府八尾市出身。1970年、慶応義塾大学文学部卒業後、資生堂に入社した。資生堂大阪中央販売に配属されたため、大阪府に戻る。商品化にて、 百貨店の外商担当者から化粧品を受注する、業務に従事する。配属直後は、売り上げが伸び悩んだものの、課長の指示で、資生堂の前田新三です。私は担当以来、毎月予算を割ってばっかりで未達成でおります。なんとかして、予算を達成したいと思っておりますので、石鹸1個でもティッシュ1箱でもいいですから。 注文をいただきたいと書かれた劇文を配布するなど、努力を重ね、外商担当者との人脈を築く。後に、仕事で訪ねた、百貨店の受付を担当する女性と知り合い、結婚した。1985年より、資生堂を監さない新ブランドの企画に携わる。自分で作る自分だけの化粧品をコンセプトとする、ブランド、イプサを、立ち上げ。 翌年設立された株式会社イプサに前田も出向した。資生堂には戻らないイプサに骨をうずめる覚悟だったが、イプサの業績は低迷し事業計画を下回る結果しか残せなかった。来客が少なく立ったままのイプサの美容部員に対し、資生堂の役員から電線に鈴が止まってちいち泣いているみたいだと厳しい批判がなされるようになった。 そのため、3年後に、資生堂に戻り、経営企画部の課長に就任した。だが、このポストは、仕事が与えられないリストラ用の官職であり、2ヶ月間、全くやることがない窓際社員扱いとなったため、挫折会の味わい退職を決意する。しかし、元上司に、お前、辞めたらあかんでと励まされたことから奮起し、経営企画部の部長に、 仕事をくださいと頭を下げ、部長から中期経営計画の策定作業に加わるよう指示された。その後は、資生堂にて職務に取り組み、1990年12月、チェーン事業本部デパート部課長、1995年6月、チェーン部次長、1996年からは化粧品、企画部にて部長となった。翌年には、 アジアパシフィック地域本部にて本部長を務め2003年には取締役に就任し経営企画室の室長を兼任した2005年14人抜きで第13代資生堂社長に就任した増えすぎたブランドを集約するメガブランド戦略を打ち出しウーノやツバキなど新ブランドを構築した2010年6月 役員報酬が約1億2100万円であることが公開された。2013年の役員報酬は1億1500万円。体調不良を理由として社長辞任を申し入れた末川久幸の公認として2013年4月1日付で危機回避的に社長に復帰する。トップ復帰後には化粧品専門店における店頭在庫の削減などに手腕を発揮。 改革に一定の目途をついたとして、2014年6月、相談役に退いた。心情は、姿勢、天に通ず。趣味は、映画鑑賞であり、特に、哀愁や、人間の条件などを好むが、ホラー映画は怖くて眠れなくなるため見ない。テレビドラマとしては、ザ・ホワイトハウスを好む。特技はトロンボーンであり、慶應義塾大学では、ジャズオーケストラ部に在籍した。 ジャズだけでなく、川の流れのようにのような演歌も好むが、カラオケは一切やらない。ありがとうございます。